お疲れ様です。これ知ってますか、これ。あの腹筋ローラーって言うんですよ。あ、腹筋ローラーって言うんですか。多分正式名称かどうか知らんけど、はい、はい、これを使って、腹筋を鍛えるんですけども、正しい使い方、俺が合ってるか分かんないけど、多分だよ、多分こう足を揃えてこうやってこうやって、おお、いてててて、でこっから戻るの。いや、今日はきついんじゃないですか。きつい、今日は実は体調不良です。そう、腰が痛いけど、俺痛いっていうやつなんだよ。はい、マッチやってみる。きついんですよ、これ。こう だいたい思ってるのと合ってるイメージと。僕は多分そういう使い方だと思う。本当？きついんですよ、これ。きついよ、本当に。まあ、人は来たら言う。はい。お、すげえ、おお、なんかスムーズだな、あれすごい、あ、なんか、あ、そうそう、手がすげえ力入るよね。あららららら、こんな、こんな感じでした。はい、全部もっとやばい人はもっといくんですかね、これ。あの、もっと、そうそう、あの、平らなんじゃねえっていうぐらい、手伸ばしきるぐらいいくよね。なんか、腕立て伏せの、この体勢って言ったりした、うん。多分腕立て伏せやるとこのぐらいなんですよ。はい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 。この体勢以降行っちゃうと、やばいっす。てかさ、行っても戻れなくない？そっから。戻れない。戻れないと思うんだよね。なんか今、大将が覗いてたけど。あ、本当に大将やってみる？大将やってみる？いいよ。はい、腹筋ローラー、腹筋ローラー。お使い方わかる？これでも本当にあの転ばないように気をつけてね。俺はこれであの、これを、あ、普通にもっともっと手前からやん、手前から。手前から、手前から、手前からぐーっとそれで進むんだよ。そう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 。行けるところまで行って、戻ってこい、戻ってこい。無理戻ってこれない。はい。ということでした。そう、これでこんな、運動してる子でもきつい。はい、小学生、頑張れ。はい、ところでマジエさん、今日はこれじゃないんでしょ、あの、あれ、はい、あの、大会景品を、大会景品を開けるっていうに聞いてたんで。こっから開けるのきついよ。そうそう、これはおまけだから。冒頭これですけどね。そう、冒頭腹筋ローラーから。したら、なんか全然違うんじゃないかって思われる。ね、大会の景品が、いつものように来ました。デュエルマスターズ公式様から来ました。デュエパラとデュエマフェスの景品です。これ月に一遍まとめて送られてくるので、これは多分11月分の景品が来たんでしょうね。はい、こちらちょっと最初デュエパラになっちゃいましたけど、デュエパラ、はい、デュエパラ、デュエマフェス、うん、全部共通です。共通参加賞は配る個数には違いありますが、うん、参加賞はこちらのパックです。はい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 、はい、でじゃんけん大会がありまして、じゃんけん勝つとこれです。お、前月と変わらない、前月と変わらず、いい、ね、同じものね。はい、はい、でこちらはデュエパラということで追加商品、うん、3回試合するんですが、うん、1回2回3回、うん、2回打ち勝った人は、うん、こちらの100名砲がもらえます。あ、そうか、これが今人気なんじゃない。これ高いんですね、うんうんうん、はい、まあでもちょっとは落ち着いたんじゃないですか、さすがに開催数も今ほらコロナ明けたんで、多分普通に開催してると思うんで、そういうことね、それで SNS 行動してたのね。はい、はい、デュエパラはあの3パックいっぺんにもらえるから、あのお得ですよ、皆さん、小学生の皆さん、ぜひ参加しましょう。はい、というところで、じゃあ普通の大会行きましょう。はい、デュエパラは毎月最初の日曜日、そして2回目の日曜日と毎月2回開催です。お店によってはさ、土曜日とかやってるとこもあるの？てか、なんか毎週やってるとこありますよ。それがすごいんだよな、毎週デュエパラなんだみたいな。なんかやってる、なんだろう、俺は聞いてないぞ、それは。クローザーのホビスは確か毎週デュエパラなの？なんか場所によって申請とかなんかあんのかね。はい、これはデュエバトルか。これはデュエバトルです。デュエバトル、はい、一応公式のは、なんだろう、説明文的には、うん、競技性の高い大会となりますと。デュエマフェスより一段階ちょっと上の感じかな。う、ね、うん、なぜなら、まあ、商品が優勝と、うん、じゃんけんの優勝と、はい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 、それしかないです。参加賞もない。 OK です、というところのガチ勝負になります。はい、みんなこれをね求めて真剣に戦ってます、はい、そしてで、あとはですね、はい、デュエマフェス優勝の場合はデッキケースがもらえます。はい、これも一緒です。はい、これ一緒です。で、次デュエマフェスっていうのは小学生とかが何初めての大会みたいな感じに参加する用の大会だよね。まあ、そっちは一応そうですね。うん、はい、なんかほらガチデッキで出ちゃいけないとか、なんかなんだっけ、ツイッターでなんか話題になってたけど、あ、なんかなんだっけ、なんかね、ガチでどうのこうのっていう、まあでもね、なんでもいいんじゃないですか。うん、逆になんでもいいんだよね、はい、うん、やっぱ人によるんで。そうだね、そうそうそう、ザイヤツが使ってたら何使ってもございます。そう、漢字よくやりましょう。そういうことで、これはあの、あ、出た、大会関係ないですが、来月の発売の
デッキです。これはまた別に改めて言うことでもないですが、はい、分納分納です。あ、そうなの？そうです。はい、あ、マチ言ってなかったっけ？はい。はい、分納、3分納です。はい。きつい。まあ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 、毎年のことなんで、もう今更驚くこともないんだがな。そうですね。うん。で、最後ですが、はい。こちら。デュエマフェスの景品はちょっと今すっ飛ばしましたけど、うん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 、さっきのデュエパラのやつと同じですよ。でこちらですね、これが、この3箇所のパックがありますね、この赤いやつ、はい、うん、これを3つ集めるとこちら1個と交換できます。はいはいはい、はい、交換の景品毎回変わるんですけど今はこれです。うんうんうん、はい。で、これなんですけどデュエパラの場合は、1つの大会で3つもらえるんで3試合するからな。3試合してこれをもらったらすぐにこれを受け取りに行けます。はい、袋捨てちゃダメだよ。はい、取っといてください。うん、はい、以上です。はい、じゃあ毎月、やってますんで大会ね、ぜひご参加ください。よろしくお願いします。はい。